はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダー電王レジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロノスです。はい、まずは先に電王放送時に発売された通常のデラックス版のデラックスゼロノスベルトを紹介しましたが、これが若干本編に比べて音程が低くって若干音違いますねみたいな話をしてたら、ディケイド放送時に発売したレジェンドライダーシリーズ版が音がすごいいいんですよっていうコメントが多くって、で僕持ってなかったので今回買いました。ファーマゾンで1万5000円もしたぜ。高いんだけど、こっち今買っても6000円とか7000円で買えるのに倍ぐらいしたんだよね。要はこっちの方が評判がいいってことだ。パッケージは横長になってて、ベガフォームとアルタイルフォーム映ってますし、内容物としては通常のデラックス版のゼロノスベルトと変わりませんね。ゼロノスカードは1枚だけど、要はこれでゼロフォームとかにも変身できるのかな。ではレビューしましょう。放送当時版だとこれね、これがちょっとこの待機音が音が低いというか、ここのセリフ部分はいいんだけど、待機音が若干本編と本当に少しだけ音程が違うんだけど、要はそれが修正されてると。はい、取り出すと基本的には内容物変わってないよね。ゼロノスカードとアルタイルベガでしょ。でベルト止めに本体にカードホルダー、本体のカラーなんかも変化ありませんね。まあ、厳密に言うとここの転写台のところ、切り替えのところが黒がつやってるかな。まあでもそれ以外は特に、あのこれも経年の関係かな。でも色がより濃くなってるんだけど、ゴールドとグリーンがメタリック、明らかにこれは強めになってますね。ここ変わってる、色変わってるわ。でも動画だとわかるかな、ちょっと濃くなってますよね、レジェンド版の方が。そこ修正入ってるんだ。で、おー、この感触はどうだ。いや、感触も変わんないな。で、ホルダーも、こっちが当時版で、こっちがレジェンド版だけど、これも変化なしですね。カードに関しても、こっちがデラックス、こっちがレジェンドだけど、まあ、どっちもデラックスなんだけど、当時とレジェンドなんだけど、でも、やっぱグリーンのメタリックが明らかに濃くなってるな。これはレジェンド版の方がいいかも。色ね。ではそのみんなが言ってるサウンドが修正されてるかどうかを比較して確認しましょう。まずは元々の当時の2007年版のサウンド。これが待機音からの変身音で、電源オンも聞くとこんな感じですね。じゃあこれを踏まえて、楽しみなんだけど。で、2オン。あ、これがもう違うよ。音程高め。いきます。あー!これこれこれ!ほんとだ!微妙にメロディーも速くない?そうそう、これこれ、これが劇中の音、ちょっと高いのよ。変身!ああ、確かにこっちの方がいい。そうか、こんなに違うか。なんかまあ低いけど、まあこれでも全然いいかなと思ったけど、あ、違うわ。わ、すげえ。変身。いいね。
え、じゃあさ、あれよ、チャージ&アップは？変身！ちゃんとなるね。で、必殺。あ、ここもちょっと声高めかな。そっか、これ調整入ってるわけか。じゃあ、しっかり比較してみよう。当時版とレジェンド版の順で鳴らします。電源オン。すごいな。じゃあ次ベガね。でもメロディー早くない？音程は完璧。あ、でもアルタイルフォームとかベガフォームの言い方はこっちの方が本編通りだ。すげえ。じゃあゼロフォームね。ここの脱着、カードの脱着の感触とかも特に変化なし。なるほど。これはレジェンド版の方がみんないいいいっていうわけが分かった。ここでも戻りが若干僕のやつは個体差か怪しいな。まあでも、いいね。ちゃんとチャージ&アップも入ってるから、カードこそ付属しませんけど、過去のおもちゃがあればゼロフォームに変身も可能と。すごいね。大気音の音程が変わってるくらいかなと思ったら、全体的に全部少しトーンが上がってて、当時版に比べて全て変化してましたね。あとは通常カードホルダーしかつきませんから、ここにカードホルダーをはめて、ここにカードをすっとセットするのがこのレジェンド版の基本ですが、一応当時のホルスターにも対応してますよね。これがゼロガッシャーの付属のホルスターですが、問題なく対応してますので、この部分にホルダーをセットしてフルチャージしちゃったけど、反対側のホルスターもセットして、当時のデラックス玩具と連動して遊ぶことできますね。そうですね。ちゃんとパーツ全部はまりますので、問題なく組み合わせて遊ぶことができます。これがレジェンドライダー版のゼロノスベルトをベースに当時のホルスターとか、武器を武装した状態ですね。まあ、あとは、これで、こっちでフルチャージで。この新しい音程と連動して遊ぶこともできるし、デネビックバスターと連動して変身から、
で、カードセットで。ハーベンで必殺技連動も出ります。あ、それと結構突っ込みがありましたけど、ここがね、ゼロの Z になってましたね。ということで、当時のデラックス玩具で発売したゼロノスベルトとレジェンドライダー版を比較しましたが、確かにサウンド変わってて、若干大気音のテンポ早いかなっていう感はありますけど、音程は全てのサウンドが修正されてましたから、確かにサウンドだけ見ればレジェンド版の方がいいかもしれませんね。あ、でも、あれか、本体からもちょっとグリーンが濃くなってるから、全体的にレジェンドライダー版の方が、より劇中イメージに近い変身ベルトに仕上がってるのかな。そう思うと、いいね。やっぱ、中古価格もこっちの方が高いだけあるなって感じ。あとしっかり新ゼロノスカードにも対応してましたから、チャージ&アップのゼロフォームサウンドが鳴ったのも良かったですね。以上、仮面ライダー電王レジェンドライダーシリーズ変身ベルト仮面ライダーゼロノスの当時のデラックスゼロノスベルトとの比較動画でした。